はい、どうも、パシです。それでは今週もやっていきましょう。さらしていとも増刊号、皆さんコメントいつもありがとうございます。それではね、早速雑談なんですけれども、皆さん、スーパーチャット1億円っていう話聞きましたでしょうか？ Twitter とかですごい話題になってましたよね。何があったかっていうと、MSSP さんというね、ゲーム実況者、兼歌い手さんですかね、のグループのチャンネルで、なんと生放送が行われて、その生放送でスーパーチャットが1億2000万円、投げ銭が来るというね、ことが起きて、すごい話題になっていました。Twitter とかでもトレンド1位取りまくってましたね、その話題で。で、まあ、それについて話してくださいっていうコメントが多かったんで、ちょっと雑談しようかなと思うんですけれども、まあ、スーパーチャットね、自分もゲーム実況者の中で2017年、8年とかは当時日本で一番多いって言われてるうちの一人で、月間100万円ぐらい結構スパチャいただいてたんですよ、自分も。まあ、その後鼻の病気になったりとかして、長時間生放送できないような体になってしまったんで、生放送しなくなっちゃったっていうのもあるんですけど、まあ、そんな感じでちょっと自分もすごいスーパーチャットの恩恵を得ていた側なんですけれども、いや、1億円は本当にすごいですね。まあ、本当にすごいいいことだと思いますし、まあ、そうやってね、ライブが中止になってしまって損害を被っているアーティストの方たちからしたら、とてもありがたいことだと思いますし、まあ、ファンの方もね、支えることで、アーティストがね、解散とかしなくて済むんで、まあ、ある意味、まあ、状況が状況ゆえに一番平和的なみんなが幸せになれる解決策なんじゃないかなということで見ていて自分はすごいほっこりしました。で、ただ今回の件で一部の人たちがやっぱ登録者30万人で1億円もスパチャもらえるのかよ、ちょれえなみたいなこと言ってる人も中にはいて、まあ、そういうのを見てるとね、非常にちょっと悲しいので、ちょっとね、どれぐらいすごい人なんだっていうのをちょっとね、自分から補足説明させていただくとですね、自分が7年ぐらい前 YouTube やる前にニコニコ動画を見てた1キッズだった時に、当時コールオブデューティーのゲーム実況で日本一人気だったのが MSSSP さんなんですね。で、1本あたりの動画の平均再生数がコールオブデューティーでなんと70万再生あったんですよ。何上げても全部急上昇1位みたいな、もう本当に化け物だったんですね。で、それでね、かなり後発組でニコニコから YouTube にね、移行してきた感じなので、YouTube 内の登録者数はそんなに多くないので、もしかしたらそんな有名じゃない人なんじゃないって勘違いしてる人がたまにいるんですけれども、もう本当化け物ですね。もうなんかオパシのが登録者多いじゃんとか言ってると、でもマジ論外なんですよ。本当もう月とすっぽんですよ。言い換えるならばヒイラギミュウとオトジャぐらい違うんですね。もう本当に別格の人なんで、まあ、今回の件でね、まあすごいまた脚光を浴びてると思うんですけれども、ゲーム実況者の人がそういう歌を出したりとかして、オリコンで日本で初めて1位取ったりとか、その武道館ワンマンライブやったりとかっていう、そのゲーム実況だけにとどまらず、いろんな分野で物販でも稼げるし、ライブもできるしみたいな、いろんな道を示してくれた先輩なんですよね、ポジション的に言うと。だから本当に超レジェンドの人なんですよ。なんで、まあ、今回ね、そんなレジェンドの MSSPさんが、まあ、今ねすごい話題になってるということで、まあ、自分はね7年前にリスナーだったんで、すごいちょっとね感慨深いなと思いつつ、でさらにまあそのスパチャもね、ゲーム実況者の中で日本記録みたいな当時で自分言われてたんですけど、3年ぐらい前になんかね、1回の配信で自分もマックス80万円とかいただいたことがあって、で当時それも話題になったんですけれども、比じゃないねということで、1億円って何っていうのでちょっと笑ってしまったので、今回はね、まあ、今旬の話題ということで取り上げさせていただきました。まあね、いろんなアーティストさんの方が苦労されていると思いますのでね、皆さんもね、なんかスパチャしても意味ないよとかね、何のためにスパチャしてんのって思ってる、多分理解してないキッズも多分すごい多いと思うんですよ。で、理解してないと誹謗中傷しちゃうと思うんですよね。無駄金だよとか無駄なこと言っちゃったりとかね。だからそのなんでみんながスーパーチャットしてるのかっていうのも、実は今回のねライブ云々のアーティストさんに関してはすごい意味があって、みんなが応援したくて投げてるスーパーチャットなんで、せっかく無料で見れるんだから投げ銭すんのとかアホだろとか、そういう野暮なことを言わずにね、日本全体、世界全体で一丸となって戦うべきタイミングだと思いますので、みんなでね好きなものを守っていけるようなムーブができたらいいんじゃないかなというふうに、思いました。はい、ということで今回の1億円の件についての、おぱしの雑談でした。早速本編やっていきましょう。こちら、休校になってキッズたちが持て余した時間を YouTube に当ててると思いますが、再生回数に変化とかはありますかという質問なんですけれども、まあ多分ね、再生回数みんな程よく伸びてるんじゃないかなというふうに思います。基本的に YouTube って長期休みの時再生数良くなったりとか、あと台風の日みたいな、みんなが家に引きこもる日っていうのは基本的に再生数が良くなる傾向があるんで、まあ今回もみんなやっぱ家にこもってる方が非常に多いと思うんで、再生数とか明らかにみんなの生放送の同時接続者数見てても普段より多いんで、まあ長期休みと同じようなぐらい多分 YouTube に人がいるんだろうなと思うんですけれども、長期休みと唯一違うのが、長期休みってその分やっぱお金もみんな使うじゃないですか。旅行行ったりとか物買ったりとかすると思うんですけど、今回何が起きるか分かんないから、みんな多分お金使いたいタイミングじゃないんですよね。で、結果的にじゃあ何が起きるかって言ったら、広告をみんな打ってくれないんですよ、企業が。
だから広告って YouTube ってオークション形式って言って、僕は100円出すから僕の広告を優先して出して、いやうちは120円出すからじゃあうちをもっと優先してみたいなシステムなんですよね。 だけど広告主自体が減っちゃってると広告単価が安くなっちゃうんですよ。で結果的に今みんな広告打つタイミングじゃないから広告単価が例年よりもめちゃくちゃ低いんですよ。もうほんと4割減ぐらいで、あの3月って広告単価本来一番高い月なんですよ。一番高い3月ですら例年と比べて4割減なんですよね。もうだからなんかもう地獄って感じですよ。再生数が多少1割2割増したところで広告収益4割減されちゃったらやってらんねえなっていう話ですよね。なんで多分3月に向けて再生数伸びそうな動画っていうのを多分撮っといた人って非常に実は多いと思うんですよ、 YouTuber って。2月に上げるのと3月に上げるので広告単価倍ぐらい変わるって基本言われてるんで、2月に撮る10万再生と3月に撮る5万再生って実は広告の値段同じぐらいだったりするんですよ。だからみんな3月に多分伸びる動画を溜め込んでたはずなのに、今回の騒動で広告単価が上がんなかったからどうしようみたいな、さらに寝かせんのみたいな、多分とんでもない状況になってる人が多分実は多いんじゃないかなというふうに思われます。はい、ということで、まあ、再生数自体は多分みんな若干右肩上がりになってたりとか同節伸びてたりすると思うんですけれども、別のところでちゃんとしっかり下がってるんで、なんか平均は取れてるみたいな感じになってるんじゃないかなというふうに思います。むしろ3月ってみんな一番やる気あるはずなんですけれども、今回の件もあってなんかモチベなくしたみたいなことを言ってる方も結構見受けられますね。たまにね、なんかその物申す系みたいな人たちがなんか今回の休校でみんなキッズが家にいるから再生数うめえマジで儲かるみたいなこと言ってる人いるんですけど、嘘だと思います多分。はい、まあ、再生数自体はいいかもしれないですけど広告単価自体は美味しいはずはないので、多分そんなことはないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、お次こちら、某有名 YouTuber さんが過去のサムネを悪用されて炎上していますがどう思いますかという質問なんですけれども、4年前にですね、トイレットペーパー20年分買い占めてみたみたいな動画を上げて、それをなんか今になってなんかこんなことしてるやつがいるみたいな感じで今まるで買い占めたかのようにね、炎上している方がいます。まあ、これ誰かっていうとヒカキンさんなんですけれども、まあ、そのヒカキンさんが、まあ、それでまあ炎上しちゃってて、やっぱ知名度もあるし今やっぱトイレットペーパーってみんな欲しがってるじゃないですか。だからそのタイミングで、まあ、こういうのをね、昔のすごい細かいところから切り取ってきてさ、なんかさやられるのってやっぱ有名人あるあるなんですけれども、まあ、非常に悲しいなというふうには思いますね。でなんとオパシの家もですね、今現状トイレットペーパーがなんと全く変えてないんですね。残るあとワンロールで、このままいくと正直ティッシュペーパーで血拭くはめになるんですけれども、まあ、正直なところ実はそんなに嫌じゃなくて、なんでかっていうと俺もともとズボラな人間なんで、トイレットペーパーが枯渇する前から結構ね買い足すのがめんどくさくて、ティッシュペーパーでトイレを乗り切るみたいなのがね、まあ、3日4日続いたことが過去に何回もあったんで、なんかまたかって感じなんですけれども、でティッシュも今売ってないじゃないですか。このまま行ってしまうとティッシュが尽きた時にもうほんと地獄突入ですよ。もうウォシュレットとタオル最悪ですよね。もう日本人の吹き方じゃねえだろそれみたいな、まあ、海外だったら多分そういう文化圏のところもあると思うんですけれども、まあ、なんか抵抗ありますよね。でしかもそのタオルなんか洗濯して再利用するのなおさら抵抗ありますよね。だから正直ねその事態だけは避けたいんですけれども、全然ね薬局毎日のように行ってるんですけど全く売ってんの見かけないですね。はい、ということで、まあ、トイレットペーパーとかね、まあ、転売とかしてる人はね、もしオパキッズに一人でもいるんだったらやめてほしいんですけれども、まあ、今回の、まあ、トイレットペーパーの転売ですごいねちょっと面白い国がありまして、皆さんイランってわかります？イランでもねウイルスが爆発的に広がってしまっていて多くの亡くなった方が出ちゃったりしてるんですけれども、まあ、イランのね国が取った対応っていうのがなんとですね医療品ですよ、まあ、マスクだったりとかトイレットペーパーとかね除菌薬とかねいろいろあると思うんですけれども、そういったものを転売目当てで今現在イランで買うとどうなるか皆さんご存知でしょうか？なんと死刑、一発で死刑だそうです。どういった罪状になるかと言いますと、国家の安全保障を揺るがす行為やデマのルフといった地球の腐敗を広げる行為というね名目で死刑になるそうです。で、まあ、今回の件ではなくても過去にそういった罪状で数十人処刑されてるそうなんですね、イランだと。だから今回これ別になんか脅しとかじゃなくて昔からやってるよみたいな、今回も処刑するよみたいな感じで、イランではめちゃくちゃ転売が今きつく取り締まられているそうですね。
はい、ということでね、日本の転売屋はね、正直なんか美味しい思いしてるとかね、別に悪いことしてる自覚ないよとかインタビューに答えたりしてて、何言ってんだこいつって感じなんで、まあ、いらんほどやれとは言わんですけれども、日本でもね、まあ、そういうデマ流したりとか買い占めして転売してる人とかをね、まあ、法的に取り締まったりとか、なんかそのメルカリとかね、ヤフオクみたいなそういう転売屋が使ってるようなサイトがね、なんかその単にねアカウントがバンされるとか、出品がそのカテゴリーだけ禁止だよとかじゃなくて、もっとねきつく取り締まってもらえると嬉しいなというふうにはね、トイレットペーパーが買えなくて困ってる民としては正直思いました。はい、ということで今週は以上です。また来週お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。